どうしたもんかな。やっぱりそれなりの手順を踏んだ方がいいんだろうな。でも三島さんの時も笑われたし、俺にはそんなテクニックがあるわけも。テクニック？確かこの辺に、あれ？この箱じゃないかな。欲しいな。もう先輩たちめちゃくちゃに詰めたな。おこれだ。昔買った必殺恋愛テクニック本、これがあれば ベルダンディとキス？キス？晩ご飯にお魚が良かったですか？なんでもない、なんでもないって。大掃除ですか？なあ、そうそう。それなら私も後でお手伝いしますね。晩ご飯もうすぐできますから待っててくださいね。ああ、やっぱり俺にキスは早かったか。何何？告白は夜景の綺麗なレストランで食事して。お客様、失礼ですが当店では清掃の方のみとさせていただいております。ご飯はここで一緒に食べられるよな。パスッと。告白の時はムードのある場所で素敵な曲を BGM にか。ケイチさん？さすがにこの家じゃ無理か。ムードってほどでもないか。あ、そうだ。あった。まあないよりいいか。あとはムードのある音楽だな。ヘビーメタルに西洋アイドル、漫才落語に謎の民族舞踊。ああ、俺はムードのないやつだったのか。ケイチさん？ベルダンディ？ケイチさん、どこかお体でも？あ、ベルダンディ、そういえば相手の考えてることが読めたよね。え、くそー、それじゃ告白計画も水の泡か。と言っても感情が色で見えるぐらいですけど、それも意識しないと見えません。そうなの？はい、怒っている人は赤、悲しい時は青、そんな風に漠然とした色の渦に見えるんです。あら、ケイチさん、少し青。あ、黄色に戻ったわ。今の私の女神としての能力は、アンテナとしての義務がない以上、著しく制限されているんです。そうなんだ。それならいいんだ。ご飯できましたから、いらしてくださいね。すぐ行くから、ちょっと待ってて。これは？こんなのあったかな？そうか、
先輩のが紛れ込んでたのか。よし、これだ。オレンジ色、少し興奮、緊張かしら。あの圭一さん、どうかなされたんですか？え、別に。いい曲ですね。ああ、圭一さん、今度は喜びの黄色、よかった。しまった、今はそれどころじゃない。ベルダンディ。はい。その、ちょっと来てくれないか。あら、綺麗ですね。よし、準備はできた。あとはベルダンディに俺の気持ちを伝えるんだ。これは先輩の陰謀か。あんなマニュアル本に頼った俺がバカだった。俺は俺らしくやればいいじゃないか。青色、圭一さん、悲しいことでもあったのかしら。あら、またオレンジ色。ベルダンディ。はい。その、なんだ、二人で暮らしてて今更こんなこと言うのもなんなんだけど、やっぱりここではっきりしておきたいんだ。俺は心拍数150、聞いてほしいことがあるんだ。血圧170、なおも上昇中。体温38度5分、大変。ベルダンディ。ケイチさん、安静にしててください。違うんだ、俺は。静かにしてください。脈拍が速くて熱もあるし、血圧も高い。顔が赤くて発汗もある。これは病気というものなのですね。病気じゃないんだって。気が遠くなる。そう、こんなことで俺は。ベルダンディ。はい。俺は君と契約とかじゃなくて、男と女として付き合って欲しいんだ。圭一さん、それで昨日から様子が変だったんですね。圭一さん、私は確かに天上界のシステムの仕事として圭一さんのところにやってきました。でも私も私の気持ちに偽りはありません。圭一さんに幸せになってほしい。それは本当に私自身の願いでもあるんです。そうだよな、それは分かっていたはずなのに。付き合うとか付き合わないとか、他人にどう見られるとか、どうでもいいじゃないか。だってベルダンディは。じゃあ行こうか、ベルダンディ。はい。ずっと俺のそばにいてくれるんだから。前の
ふるさとを後にし、彼女は新天地へと向かう。それが人と女神の安住の地を脅かすことになるとも知らず。次回、ああ掘り出し物に恵みあり。また家探すんですか。